ってことはもう戻っていいかな。あの開かなかった扉が開いたっていうことでいいんでしょうか。ん？こっちじゃない。こっちじゃないな。こっちじゃないわ。こう来てこっちだ。おー、ハニーレディ。なんすか？なんすか？情報間違ってたぞ。さっき粒子炉から降りてきた階段、その近くに機械室があるんだよ。ほんほんほん。そこの機械が舞台を上げ下げしていたんだ。大きなモーター、モーターがあるんだよ。うん。なるほどなるほど。あそこか。あの扉か。まあ、ハニーレディさんの情報が間違ってたっていうよりは、僕が遠回りしたっていうだけなんでしょうけど。違う方角から来たから、この先にはないよって言っちゃったんでしょうけど。まあ、戻ろう。で、どっちから行った方が早いかな。あれ？ここの扉見えなくなってる。見えなくなってんな、ここの扉。来た道の。まあ、でもこっち側から行けるから、こっち側から行きましょう。はい。で、左かな？こっちかな？とりあえずあのステージのあるところまで行けばいいんですよね。ステージのあるところの、あのダクレイホール入り口っていうところ。あそこの反対側の扉が行けるようになったっていう、そういうことだと思うんですけど。とりあえずそっち行きましょうか。で、なんだ、ベロニカの情報まだ何にもないですけど、てっきり楽器庫の方に誘導されるのかなとか思ったんですけどね。本当は楽器庫の楽器がベロニカだったみたいな、そういう説を提唱してくるのかなって思ったんですけど。これ動くなよ。なんで勝手に乗るだけで録音機を再生しちゃうんだろう。かといってこうアイテム欄からこれを選択しても動かないんですよね、これ。何なんだよ。はい。で、こっち側か。こっち側に降りて、で、この奥か。ここが開いたんじゃないのか？ここ、行けなかったところ。あ、開いてない！え、ここじゃないの？ここの近くって言ってたな。でも他に行けそうな。あ、ちゃう、ここがあれか。ここが流進路から来るやつか。流進路から来る扉か。ってことは、これ以外にまだ扉がある？こっちでもないよな。こっちは、違うところですよね。ここにまだ行ってない扉あったっけ？どうなんだっけ？これか。あ、ここが行けるようになってるのか。あの、ピシってなってたやつ。ここか、ここか。機械室。ここにモーター男がいんのかな？どうだ？お、お、ワンニンの音。うん。少しだけなら動かせる二つの舞台。下ろすだけ、小さなモーターでいいんだ。持ってきてくれないか。小さなモーター。それがあればもっと動く。そうだ、あんたにこれやるよ。おがくずさ。その代わり約束。小さなモーター食べたい。ほう。ん？なんでこのタイミングで？なんでこのタイミングで音が鳴ったの？おがくずを入手。ん？いや、マジでなんだよ、今の。マジでなんだったの？どういうこと？まあ、おがくずもらったから、あと封印石を探せばいいんでしょうけど、マジでなんのことかさっぱりわからなかった。小さなモーターもどこにあるかわからんしな。おお、ハニーレディ。封印石もどこにあるかわかんないし、やっぱりね、あのモーター。ワンニンが働かされていたんだ。で、どうする？右の部隊が1階に降りてきた。その上を歩いて奥のストックヤードに入れるようになった。はあ。ストックヤードに入れるようになった。道順はこうね。一度3階まで行って、調整室の前を通って、右の舞台脇の階段を1階まで降りる。うん。さっきの舞台で3階に登るのが手っ取り早いよ。地下1階にあればの話だけど。ほう。とりあえず調整室の脇の
階段、近くの階段まで行ってから1階に戻ればいいのか。じゃあこの空間には別に封印石がどうのとかそういうものはないのか。ストックヤードってなんだ。ストックヤードって初めて聞く単語だな。で、これ道迷っちゃってる、迷っちゃってんな。こっちじゃないな、こっちじゃないわこっちか。戻ろう戻ろう。ストックヤード、調整室の横、調整室のあの謎の扉の横に、あの真っ白の扉の横に開かない扉、調べれもしない扉なんじゃなかったっけな。扉はあったんですけど、あそこのことなのかな、それともそれ以外に。いやでもそれ3階だもんな。3階だから関係ないか。待って、地下にステージないじゃん。2階まで降りてきてるな。もうすぐ上にステージ。おい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 、ここに、あ、あるあるある。これで3階に行けばいい。ややこしいな本当にこのダンジョンは。で、どっちに行きゃいいんだっけ、どっちに行きゃいいんだっけ。調整室側ってどっちだこっちか。こっちに行きゃいいのか。あれ違うかな、こっちじゃないかな。やっちゃったかな、こっちじゃねえなまた上げ下げしなきゃダメか。ちょ、モーター男、働かなくていいよ今は。あれ行ける、普通に行けるか、こっちから。あ、行けたわ行けたわ、よかった。ふう、で、ここの階段から下に降りろっていうことかな。下に降りて、で、2階でステージの上を渡って、で、ストックヤードやらに行けばいいってことかな。ここはステージか、ここステージか、ここから行けるようになってるってことかな。あれ、もう一個上か、もう一階層上か。いやでもこれはずっとここにあるもんな、このステージは。いや、もう一階層上ってことで合ってるのか、わかんねえな。そもそも違う階段来ちゃったかな。ここに何かあるかもしれない。どこかに行けるようになってるかもしれない。こことか、こことかどうだ。あ、間違いなくここな気がする。違うわでもなんかグイリーの気配感じるな。どこだ、全然わからん。こっちか、こっち側か。あ、ここ来てないわ。あの、なんたらオーケストラピット、オーケストラピットの横だな。この道は来てない気がする。あ、グイリーの気配感じる。ここだ。あ、ストックヤード来た来た来た。すごいすごい、邪気、邪気がすごい。どこだグイリー、ここか、ここか、どこどこどこ。この辺、この辺の座標、この辺、この辺いた。オッケー、やばいぞ、こいつも強強グイリーだなしゃあないけどグイリー玉使おう。強強グイリーだったわこいつ。死ぬ、危な危な、強強強グイリーじゃんこいつ死んじゃう死んじゃう。精力剤の回復量、死ぬしょっぱい、回復量がしょっぱい、やばいやばいやばい。アイテムどんどん浪費していっちゃう。一回サーチしたんですけど、めっちゃいろんな属性持ってるみたいな。死ぬ死ぬ、え、これ勝てる勝てなくね、全然こっちに攻撃のターンが回ってこない。死ぬ死んだもう、あ、まだ生きてる、まだ生きてるわ。ちょ、一か八か、一か八かで、グイリー側これで、あ、倒せた、勝てた、青学図入試、奇跡的に勝てたわ。ちょ、精力剤浪費しちゃったな。あー、もう完全に死んだと思った。またここまでやり直さなきゃいけないのかって、すげえ憤りの念を
覚えてしまったんですけど。よし、封印石。おがくず2つあるな。もう1つぐらいは封印石崩せるけど。ティントンシアターの中に全封印石があるっていうわけでもないですよね。いや、そういうことなのかな。で、次は小さなモーターを探すフェーズに入るのかな。小さなモーターって機材室とかにないの？これで2つの石が消えたわけね。はい。ねえ、石が人を封じているとするとまだ他にもあるんじゃないかな。うん、そんな気がしない？する。とにかく流進路に送るね。あ、もう戻るんだ。今度はちゃんと地上に出られるから。はい。あ、じゃあ一回流進路に戻って、でまたティントンシアターに戻ってくるみたいな、そういう流れなんですかね。また情報を集めて。シャオヘイ結局全然会えねえな。とりあえずクーロネット端末一回この流進路に出たら、とりあえずクーロネット端末をチェックするっていう、そういう習慣はつけたいので、一旦クーロネット端末のところに向かいましょう。ん？なになになに？なに？なにお前、オープニングで見たけど。君は追善に頼まれたのか。うん。追善が近くにいるのか。こいつ懐かしい。弟の声が聞こえる。こいつアニタのお兄さんか。ここでは神獣となる宿命を背負った人間が見立てを受けるのだ。うん。私はまさか自分がその宿命を背負っていることとは知らず、白虎の流血にたどり着いた。うん。その時暗い力が私のすべてを覆い尽くしたのだ。何が起こったのかは分からなかった。ただ神獣の力と横島の力が私の中で戦っているような、そして心と体が引き裂かれるような苦しみの中で、私は石にされてしまった。だが今や10年の歳月が私を無に帰してくれた。長えな。君こそが私を見立てるのだ。私の体を封じている全ての石を取り除いたその時に。おー、終わった。なんか戦場カメラマン並みののんびりとした喋り方だった。はあはあはあ。封印石2つ崩したことで、この人がとりあえず地上にもごもごっと出てきて、そして喋れるぐらいのところまでになったから現れたっていうことなんでしょうか。ちょっとアニタさんにも会ってやれよ。水ジェンにも会ってやれよ、水ジェンさん。じゃあクーロネット端末のとこ行きましょう、改めて。よし、じゃあセーブがてらメールのチェックもしましょうか。来てるかどうかは分かんないですけどね。なんとなくダンジョンから出たら、あ、壊れてる。またかよ。あ、メールは来てる。これちゃんと文章表示される？これこの状態だったら表示できないんじゃないの。はい。てか、シャ先生のアクセスカードは使わなくていいのかな。コニーヤン、ほらーマーフェイが関係し、なんたらかんたら、彼女から目を離さなんちゃらかんちゃら、動きをなんちゃらなんちゃらるね。はん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 。なるほど。マーフェイがなんか動き出したのか。それに伴ってコニー・ヤンはあまり自分勝手に動けなくなったというか、自由度がかなり下がったっていうことを言いたかったのかな。ちなみにシャ先生、あ、来てる。全然試してなかった。あ、シャ先生のやつでも一応メールのチェックはした方がいいのか。今までも来てたのかな。気づかないままスルーしちゃってたかな。コニーヤン、こっちにも来てる。このカード何か変よ。自分のカード、あー、でもこれはあれか、これはあれか、今まで
今までも見たやつだな。一回見たメールだな。なるほどな。なるほどなるほど。だから定期的にこっちの方もチェックした方がいいっていうことだな。間違えて押しちゃった。じゃあセーブつけておきましょう。